週月曜日から金曜日まで放送されている NHK 連続テレビ小説「虎に翼」土曜日は1週間の振り返り6月6日放送の第49話では猪爪家に駆動沢村一樹とホーナーブレイク・クロフォードがやってくるトラ伊藤さりが婦人第二子立花幸恵伊勢島らの集まりに参加した第48話 第49話では、ホーナーから子供たちにとチョコレートをもらったトラコは、公園で花岡、岩田武典に再会する。花岡は東京地裁に戻っており、判事として主に食料管理法違反の事件を担当しているという。トラコは自分の弁当を思わず隠すが、花岡は堂々としろと微笑む。その夜、猪爪家に九頭とホーナーがやってくる。